コミコンインターナショナルでのロードとミラー。フィルロードとクリス・ミラーは、アメリカ合衆国の映画及びテレビの脚本家、プロデューサー、監督、俳優のデュオである。クリス・ミラーは、クリストファー・ミラーとも表記される。ダートマス大学で出会った。特に、曇り時々、ミートボール、レゴムービーといったアニメーション映画の監督、脚本で知られているほか、実写作品の、 21ジャンプストリートとその続編の22ジャンプストリートの監督も務めている。二人がプロデューサーを務め、フィルロードが共同脚本に参加したスパイダーマン、スパイダーバースでアカデミー長編アニメ映画賞を受賞した。テレビシリーズザラストマン・オン・アース・プリンセス・ユニ・キャットの共同プロデューサーも務めた。フィルロードはキューバ難民の息子である。ニューヨーク・タイムズによると、 フィルロードはマイアミ出身で彼の母親はキューバ出身の心理学者で父親は航空事業を退職した後にダンスカンパニーを10年間監督していた。クリス・ミラーはシアトル出身で彼の父親は製材所を営んでいた。フィルロードもクリス・ミラーも共に幼少期はアニメーションに神話性のあるショートフィルムを作って育った。ダートマス大学時代に二人は 同じ学生新聞の別々のコラムを担当していた。学生団体に関して言えば、ロードはアマルナのメンバーで、ミラーはアルファーキーアルファーに所属していた。大学時代にミラーは現在の妻と出会った。ダートマス大学時代にクリス・ミラーのプロフィールが掲載された大学新聞が発行され、それがディズニーのマイケル・アイズナーの目に留まった。フィルロードによれば、アイズナーが ディズニー幹部の関心を引くためにミラーのプロフィールを見せると彼らはミラーとのミーティングの場を準備したという。ミラーはロードの同伴を条件にミーティングに出ることを了解した。その3ヶ月後に2人はロサンゼルスへ行き一度ミーティングを行ったところディズニーテレビジョンアニメーションから2年間のデベロップメント契約のオファーを受けた。フィルロードに関するカテゴリーありがとうございます。